城島健治は、長崎県佐世保市出身の元プロ野球選手。引退後は、釣り関係の TV 番組にもっぱら出演したほか、タレントとしても活動した後、2020年より福岡ソフトバンクホークス球団会長府、特別アドバイザーに就任。4歳の時、読売ジャイアンツの大貞春が、引退試合で挨拶している VTR を見て、プロ野球選手に憧れ。 小学4年の時に少年野球チームに入って保守を務めた。中学3年の時にプロ OB による野球教室で王に褒められ、また冗談半分ながら巨人入りを勧められたことで巨人へ入団したい気持ちが高まった。別府大学附属高等学校では強権を見込まれ保守に指名された。この時から自分は保守をやるために生まれた。 それが宿命と考えるようになり、これまでにない、打って守って走れる保守を目指す決意を固めた。高校では1年生時から4番を打ち、高校通算70本塁打を記録したが、甲子園への出場はならなかった。城島は巨人入りを見据えて、東都大学リーグで力をつけることに決め、いち早く獲得に動いた、駒沢大学への推薦入学を取り付け、プロ入り拒否を表明。 しかしそれ以前には、プロ入りを希望していたことや、巨人、西武ライオンズ、福岡大英ホークスの3球団を志望しているものの、逆指名できない高校生であることから、本心は進学ではなく、プロ入りだと読んだ、大英の根本ムツ代表取締役専務は、1994年度ドラフト会議の前日である1994年11月17日に、 行われた12球団スカート会議の中で1位での強行指名を宣言。天球界との摩擦を恐れたコミッショナー事務局が警告したものの、大英は宣言通り1位指名。城島本人も憧れの王さだが大英の時期監督に内定していることを知り、1994年11月22日に監督に就任した王から要請されたことで大英入りを決めた。 この件をきっかけに、プロ入り拒否の選手は、ドラフト会議で指名できないルールが定められた。入団当初、打撃には非凡なところを見せていたが、ワンバウンドの投球を補給することができず、体が投球から逃げほとんどが冒頭もしくは保一になる状態であるなど保守としての評価は低かった。入団当時バッテリーコーチを務めていた、立川光をはじめ、野村克也や森正明も、 キャッチャーに向いていないという声が上がった。周囲も保守にこだわる必要性を感じておらず、一時は監督の王も内野手にコンバートする意向を示し、後に実際に一軍の公式戦で一塁を守ることもあった。1995年は首脳陣の方針により二軍スタートだったが、5月31日の対オリックスブルーウェーブ9回戦で代打として一、軍発出場。 7月9日の対千葉ロッテマリーンズ15回戦では、エリック・ヒルマンからプロ初安打を放ち、同時にプロ初打点も挙げた。7月14日の対オリックス17回戦では8番星としてプロ初スタメンを果たした。一方、本イ打は1本も打てず、2軍のウエスタンリーグでも1本だけだった。1996年は開幕から2軍で英才教育を受け、 8月24日に25本目の本塁打を放って、ウエスタンリーグ新記録を達成。9月3日に1軍昇格し、翌年以降を睨んで残り試合のほぼ全てでスタメン起用された。9月10日の対近鉄バファローズ21回戦では、久保高生から1軍初本塁打を記録。オフには、吉武慎太郎らと共にハワイウインターリーグに派遣された。 1997年開幕4日軍に定着。オールスターゲームファン投票では、戦後生まれでは最年少となる21歳45日で、保守部門1位に選出された。同年は打率。308を記録。21歳での保守3割打者としては1944年の坂田清春に次ぐ、年少記録だった。工藤清康、武田和弘の左右エース投手。 バッテリーコーチの若菜義春の講師ともの支え、ロッテから移籍してきたベテランの田村不二雄の教えもあり、囲碁不動の正捕手となった。工藤と武田に教えを仰ごうと、遠征中の宿舎で深夜に就寝している二人の部屋に押しかけたこともあった。特に工藤からは、試合中の配球について、たびたびマウンド上で問い詰められたり、イニング交代中のベンチ前で、 説教されるなど徹底した指導を受け、後に、あれがあるから、今の自分があるという気がする。工藤さんには本当にいろんなことを教えてもらったと述べている。これに対して、工藤は、僕が育てたんじゃなくて彼が自分で育った、どれだけ厳しく叱っても食らいついてくる強靭な精神力が、彼にはありましたと語っている。1998年は、前年の活躍もあってか、徹底的にマークされ、 100安打を打てず、打率、251と低迷した。ただし、チームは、長年続いた不振を脱し、南海から大英城と五十0年前で初となる A クラス入りを果たし、3位となった。1999年4月30日、上島の大英入りに、大きな影響を与えた、球団社長の根本が死去。上島は根本への恩返しとして、日本一になることを誓った。 初の全試合出場を果たし、リーグ3位の打率、306を記録するなど、球団初のリーグ優勝、日本シリーズ優勝に大きく貢献し、リーグ優勝が決定した瞬間には号泣した。この年、工藤は城島に対し、今年1年間お前が出すサインには、一切首を振らないから、自信を持って、サインを出せと言っていた。この年、 工藤と城島のバッテリーで最優秀バッテリー賞を受賞したが、会見の席で、工藤からまだまだ下手と一周され、それに対して、城島は来年も工藤さんとこの賞が取れると信じてますけど、どうやら工藤さんにその気がないみたいなので来年は別の人と取りたいと答え、城内の笑いを誘った。工藤はシーズン終了後、FA で巨人に移籍した。2000年は、 試合中の右手の骨折により84試合の出場にとどまったが、チームはリーグに連覇し、日本シリーズに出場。日本一は逃したが、シリーズ大記録となる20世紀最後の本塁打となる4本塁打を放つなど活躍し、同シリーズ関東賞を受賞した。この年の秋に入籍。2001年は4月13日の対オリックス3回戦の9回に、 史上15人目で17度目の1イニングに本塁打を記録。この試合では6回にも本塁打を打っており、グリーンスタジアム神戸での1試合3本塁打は史上4人目であった。シーズン2算の打率はリーグ28位の258と低迷したが、本塁打は自身初の30本超えとなる31本塁打を記録。保守の30本以上は史上5人目であった。 この年は、国母勇気希がリーグ4位の44本塁打、松中信彦がリーグ6位の36本塁打、井口忠人がリーグ12位の30本塁打を記録し、30本塁打を放った打者が、同一チームに4人というパシフィックリーグ初の記録になった。また、4人全員が日本人選手だったのは、プロ野球史上初であった。2002年、 シーズン途中に守備についている際に打球を鎖骨に受け骨折。ジ島の故障の穴埋めのため、日本ハムファイターズから田口正則が遺跡加入した。また、福岡放送、夢空間スポーツでは、ジ島がゴルフ好きであることから、骨折した鎖骨を固定していたチタンボルトをパターの一部にして、ジ島にプレゼントした。本塁打は、リーグ12位の25本を記録。 打率もリーグ10位の293で3年ぶりにリーグトップ10に返り咲いた2003年には地味なキャッチャーの時代は終わりました子供たちに夢を与えるスーパーキャッチャーになりたいと抱負を語り自主トレーニングの際には3割30本類が30盗塁100打点を公言した4番の国母が開幕前に怪我で離脱しこの年の開幕戦は松中が4番 ジョージマが5番を務めた。それからシーズン終了までほぼジョージマが5番に座ったが、一時期は4番を務めることもあった。リーグ6位の打率。330、リーグ3位の34本塁が、リーグ2位の119打点を記録。特に打点は最終戦で、松中に逆転を許すまでは、リーグ1位であった。松中、井口、ペドロバルデスと共に、プロ野球史上初の、 同一チームで100打点打者が4人という記録を作り、チームの3年ぶりのリーグ優勝に貢献するとともに、MVP にも選出された。7月27日の対オリックス戦では、大木明と並ぶリーグ対記録となる1試合6、アンダを記録した。日本シリーズでは後に移籍することになる、阪神タイガースと対戦。2000年の日本シリーズに続き、 長島修行以来史上二人目となるシリーズに度目の四本塁打を放ち、チームの日本一に大きく貢献した。この年放った34本塁打は、すべて右投手から打ったもので、シーズン中は左投手から一本も打てなかったが、四本塁打を放った日本シリーズでは、第一戦に井川圭、第七戦にトレームウーアから打った。これについては、当時のパリーグには、 一流の左投手と呼べる存在がおらず、レギュラーシーズン中は、対右投手用の打撃練習を徹底しておいて、シリーズ前になってから、セントラルリーグを代表する、左投手である以下は、ムーア、下柳剛、し、ジェフ・ウィリアムス、吉野誠との対戦を睨んで、対左投手用の打撃に集中していたことを、ゲットスポーツなどの取材で明らかにしている。シーズン終了後には、 アテネオリンピックのアジア予選に出場し、日本代表の4番を務めた。2004年6月1日に通算1000本安打を達成した。出場939試合目での達成は、保守では1952年の土井垣岳氏に並ぶ最速記録となった。夏には、アテネオリンピックの本戦に日本代表として出場し、4番打者、正保守として活躍。チームは、 銅メダルを獲得した。8月27日に、アテネから帰国した成田空港からタクシーで、直接、西武ドームに向かい、代打で出場したが差ヒに終わった。最終的に、保守シーズン打率パリーグ新記録となる。338を記録。オリンピック前までは、打撃3部門すべてにおいて、松中信彦と、熾烈なタイトル争いをしていたが、オリンピックによる離脱もあり、 タイトル獲得はならなかった。チームは、レギュラーシーズンを1位で突破し、西部とのプレーオフに出場。最終戦に、松坂大輔から、先制本塁打を放ったが、チームは、敗れ、リーグ優勝を逃した。チーム名が、福岡ソフトバンクホークスに変わった2005年には、6月4日に、通算200本塁打を達成した。しかし7月中旬に、右肩痛を訴え離脱。 その後8月28日にスタメン復帰したが9月22日の対ロッテ戦で自打球を左すねに当て前置2ヶ月の骨折を追い残りの試合には出場できなかったプレーオフに敗退した際ベンチで泣き崩れる的場直樹に対し胴上げをよく見てその悔しさを心に留めておけと言葉をかけたこの年怪我に苦しみながらも通算4000打数を達成 この時点での通算打率299は保守としてプロ野球歴代1位となった。オフにはアラン・ニーロを代理人とし FAK を講師2005年11月22日に3年1650万ドルでシアトル・マリナーズと契約した。スイングするジョージマ打席に立つジョージ2006年4月3日のロサンゼルス・エンゼルスとの開幕戦に7番保守として初出場し、 日本人保守として史上初の MLB 選手となった。本拠地で打席に入る際の曲にはジミヘンドリックスの平城を使用バートロコロンから第2打席にメジャー初安打を本塁打で記録。デビュー戦での本塁打は松井和夫に続き日本人史上二人目となった。続く4日のタイエンゼルス戦ではチームでは1984年のアルビン・デイビス。 以来となるデビュー戦から2試合連続本塁打を記録した。9月15日の対カンザスシテロイヤルズ戦から、打順は3番に定着。19日の対テキサスレンジャーズ戦では、日本人メジャーリーガーの1年目としては、松井秀樹を上回り、最多となる17号本塁打。25日の対シカゴホワイトソックス戦では、マリナーズの手としては、最多記録と並ぶ18号本塁打を記録。 シーズン最終戦となる10月1日のタイレンジャーズ戦では最終打席で1962年のバックロジャースのアリーグ新人保守シーズン最多安打記録146を44年ぶりに更新する安打を放った最終的に新人の日本人選手としては2001年の一郎に次いで2位となる打率291同最多かつ1996年のダン・ウィルソンと 並び新人での球団史上最多となる18、本類打、76打点、同1位のオプス、774を残した。新人野手としては、リーグの本類打と打点部門で、トップの成績だったが、新人王争いの投票では、投手3人に続く4位に終わった。オフには、城島の苦悩を描いたエピソードが、テレビ放送や、新聞の連載で紹介されたが、これまでと違う言語で、 新しい投手たちとコミュニケーションを図ることに努力しながらこれだけの打撃成績を収めたのは我々の脳裏に強く焼き付いたという USA トゥデ y が見をはじめ数々のメディアで称賛された2007年は135試合に出場し打率28714本塁打61打点オプス755を残し守備率と投塁阻止率では両 リーグトップを記録したが、保守防御率5.08割量、リーグワースト2位であったため、高い盗塁阻止率にもかかわらず守備防御点はマイナス7だった。7月3日の対カンザスシティロイヤルズ戦では、右手甲に打球を受け負傷したが、2000年に骨折した際に埋め込まれていた金属プレートのおかげで、再度の骨折を回避できた。オフには、CBS スポーツの保守ランキングでは、 ホルヘ・ポサダ、ビクター・マルティネス、ラッセル・マーティン、ジョー・マウアーにつくもいに入り、2007ディス・イヤー・イン・ベースボール・アワードのディフェンジブ・プレイヤー部門に保守で唯一ノミネートされた。2008年はスプリング・トレーニングで18試合の出場で打率。321、日本塁がオプス836と例年以上の好成績を残し、4月25日には3年、2、 400万ドルで契約を延長。しかし前半戦打率213、オプス549と打撃不振に陥ったことに加え、投手陣がジェイミー・バークに信頼を置き始め、首脳陣も当時有望株だったジェフ・クレメントのテストを始めたこともあり、一類種へのコンバートも噂された。8月10日にレギュラーを剥奪されたことが報道されたが、9月はクレメントが 膝の手術でシーズンを終えたため、再び、レギュラーとして起用された。最終的に112試合出場、自己最低となる打率。227、7本類三39打点、オプス609に終わり、翌年から3年総額26億円の高額な契約を結んでいたこともあって、ESPN の選ぶアリーグのリーストバリュアブルプレイヤーに選出された。二千九年は、 開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では、全試合にスタメン出場し、9試合で30打数10安打、1本塁打、4打点、1盗塁、4得点で、日本の2大会連続2度目の優勝に貢献した。シーズンでは、聖保守としてスタートしたが、4月16日に、 右太もも裏の肉離れで15日間の故障者リスト入り、5月26日に左足親指骨折で2度目の故障者リスト入りするなど序盤は怪我に見舞われた。またジョージマが不在の間に新人のロブ・ジョンソンが投手陣の信頼を集め、ジョージマの復帰後もフェリックス・ヘルナンデス、ジャロット・ウォッシュ・バーン、エリック・ベダードの先発3本柱はジョンソンと組んだため、 出場機会が激減。後にウォッシュバーンは遺跡。ベガードは怪我で離脱したが、3本柱の先発した65試合の内城島がマスクをかぶったのは序盤の10試合のみだった。打撃は2008年よりやや持ち直し、71試合の出場ながら打率。247、9本類打、22打点。本類打率ではメジャーに来てから自己最高の数字を残したが、 RC27 は4.03という低調な数字に終わった無走車時の打率290に対し走車を置いた状況下では打率188と大きく数字を落とした守備面では規定試合数に届かなかったものの盗塁素止率では自己最高の537を記録メジャー通算でも400としたがセラが4.86となり ロブ・ジョンソンの3.23を大きく上回ってしまった。エースのヘルナンデスは、ジ,ョージマとバッテリーを組んだ試合では1勝3敗、防御率7.22、休憩率20%だったが、ジ,ョージマ以外の星と組んだ試合では18勝2敗、防御率1.81、休憩率96.6%という、好成績を残した。ただし、ヘルナンデスは、 毎年5月に不調に陥る傾向で、ジョージマが復帰した5月の数試合はちょうどその時期と重なっており、ジョージマが退団した後の2010年もロブ・ジョンソンと組んだがその傾向に変化はなく、月別防御率はむしろ悪化している。オフの10月19日には、マリナーズとの残り2年間の契約を破棄し、日本球界に復帰する意向であることが発表された。阪神が獲得に動き、 やや遅れて、古巣のソフトバンクも獲得の一行を示したが、27日の阪神との二度目の交渉で入団の意思を表明した。この時阪神が城島の獲得に至った経緯として、前年までの正捕手、矢野照弘がこの年故障で長く欠場し、代わって正捕資格となった加野圭介も早急面などの不安を抱えていたこと、また右打ちの強打者が、 チームに少なかったことがあり、上島はいずれの補強ポイントにも合致していた。上島自身はこれ以前に夢空間スポーツの自身のコーナーにてバリバリの状態で福岡に戻りたい。今の自分があるのはホークスのおかげであり、ユニフォームを脱ぐときは福岡でホークスのユニフォームを脱ぎたいと語っており、ソフトバンク球団側も背番号2を決番にし、 城島のマリナーズ対談情報を9月中旬に掴んでいたが、この年に26本類打を放ち飛躍した田上秀則の存在や城島自身の年俸の高騰などのため最終的には獲得を見送っている。2009年11月13日に阪神が入団を発表。年俸4億円歴高払いの4年契約で背番号は 阪神時代2010年3月26日の第横浜ベイスターズ戦で決勝タイムリーヒットを放ち長崎県佐世保から来ました上島ですとヒーローインタビューで話した翌27日の同球場同カードにおいては延長11回にサヨナラホームランを打ちヘッドスライディングでホームインしてみせた10月5日の第東京ヤクルトスワローズ戦では シーズン165アンダ目を放ち、1997年に古田敦也が記録した164アンダを抜いて、保守のセリーグ最多アンダ記録を更新した。これにより、城島はセッパ両リ,リーグの保守最多アンダ記録保持者となった。また、ゴールデングラブ賞を受賞し保守として、史上初のセッパ両リ,リーグでの受賞となった。しかし、この年の終盤に、 左膝半月板を負傷していたことが判明し、11月9日に手術を受けた。リハビリ中は後輩の原口文人から質問責めにされていた。2011年は左膝の負傷が判明した際の全治6ヶ月という診断を覆して予定よりも早く実践に復帰し、また3月11日に発生した。 東日本大震災の影響で開幕日が順延されたこともあって、開幕戦出場を果たした。しかし、膝を保護するために試合で着用していたパッドのため、左膝に反抗が生じ、これによって、膝の可動域が広がらなくなった影響で、38試合出場時点で打率、189、5本類打、13打点と打撃不振に陥り、守備面でも、 ショートバウンドの補給に支障をきたすようになった。膝が万全でないことで、右ひいの人体損傷や、腰痛も併発し、6月10日に出場選手登録を抹消された。その後、8月16日に、左膝のクリーニング手術を受けたため、一軍に復帰することなくシーズンを終えた。2012年は、内野手として出場したが、5月上旬に、 左座骨神経痛のため出場選手登録を抹消され、腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けた。8月にはリハビリ出場していた二軍戦で左膝裏の肉離れを起こした。9月には二軍戦に復帰したものの、保守に戻るのは絶望的となり、保守のまま現役を全うしたいという希望から、1年残っていた契約を破棄し、 同年限りで引退することを9月28日に表明。引退を王に報告した際、現役は1回しかできないのだから、他のポジションで頑張ってはどうかと言われたが、城島の決意は変わらなかった。監督の和田豊か,から9月29日の一軍の対、広島東洋カープ戦を引退試合として出場を打診されたが、これを誇示し、同日のウエスタンリーグにおける対オリックス戦が、 引退試合となった。3番星として先発出場し、初回無視1・2類の場面で中前的地裏を放った。直後にダイソーを送られて尻くと、試合中にもかかわらず藤川球児の温度で胴上げ、された。10月18日に任意引退が公示された。日米通算2000安打まで残り163本での現役引退となった。引退後はから距離を置き、 趣味である釣り関連の番組を中心にタレントとして活動している。2013年1月に RKB 毎日放送の特番として放送され、同年4月21日からレギュラー番組に昇格した自身の冠番組、城島健治の税的な釣りテレビに出演。また、同年3月より月1回ペースで放送されるテレビ長崎のゴルフ番組、城島健治と 金谷太一郎のモアゴルにも出演している。野球関連では、2013年9月28日に、福岡ヤフオクドームで行われた、斎藤和美の引退記念セレモニーにソフトバンクのユニフォーム姿で登場し、斎藤の投球を保守として受けたほか、2018年3月10日に、サンマリンスタジアム宮崎で行われた、ジャイアンツ VS ホークス OB 戦に、大英のユニフォームで出場し、 19年ぶりに駆動とバッテリーを組んだ。2019年12月20日に福岡市内のホテルでソフトバンク球団会長不特別アドバイザー就任の記者会見を行った。契約は2020年1月より1年間、盗塁阻止率が高く卓越した強権を生かして座ったまま一類牽制や二類送球を行うこともあった。これに対して大沢刑事は、 肩を痛めるため真似しない方がいいと発言しており、実際に、城島自身も2005年に座った状態での送球で、肩を痛めたことにより、以降は座ったままの送球をしなくなった。マリナーズ遺跡後も、投げ急ぐ傾向があることとリリースポイントが不安定な、ことを指摘され、2007年のスプリングトレーニングでは、素早く投げるのではなく肩の強さを活かして二塁方向に、 肩を押し出すバランスの取れた投げ方を指導され、同年の盗塁阻止率はメジャートップの数値を記録。半身に移籍した2010年からは、再び座ったままの早球を見せるようになり、乗馬通カと呼ばれるようになった。当時現役27年目で、数多くの保守相手に球を投げてきた、工藤君康は、キャッチングが一番下手だったのはジョージマ。最後まで、うまくならなかったと述べている。 MLB 時代のキャッチングについて、フレーミングにやや難があり、総合的な守備力を測る守備防御点は通算でマイナスとなっている。リード面では、ストライク先行と初級ストライクをモットーとしてあげ、打者の打てない確率の高いコースと球種で強気に攻め三振を狙った、内角低めの球を得意とする、2000年の日本シリーズ第一戦では、 工藤君康が投じた内角低めの完全なボール球を左手一本ですくい上げ本類だとした。一塁到達まで4.7秒と平均を下回り、2010年にはリーグワーストの22閉殺打を記録。幼少の頃から父親とよく釣りに行っており、成人した現在でも海釣り好きであり、現役時代からシーズン中も暇を見つけては釣りに、 出かけるほどで、釣り関連でのエピソードも数多い。大英で監督として使えた王のことを一番ユニフォーム姿が似合ってかっこいい人。野球をしている時の目の輝きが違うし、あの年になってもあれだけ野球を好きでいられることはすごい。敬遠の時、ボールの動きと一緒に監督も飛び上がっていたくらいですからと語っている。高校3年在学時に三段の腕前である書道で、 好きな言葉を書くことになった際に迷わず王の一文字を書いた。若手の時代には王から厳しい指導も受けた。王も相手が誰であろうとズバズバ物事を話せる。時島を将来の監督として高く評価していたとされる。2009年オフに阪神に入団した原口文人からは生きた教材となり、リハビリ中だった翌2010年オフは原口から質問攻めにされ、 城島自身の地元、長崎での自主トレにも同行。球界と距離を置く現在でも連絡を取り合っており、その原口が、育成選手から支配下登録選手に昇格して、即日一軍昇格をも果たした際には、連絡をもらっていた。2000年11月27日に CM タレントの大藤真希と結婚。出会いは1997年に、t v 級九州放送で放送された。 高八組というスポーツ情報番組で3年間のオープンな交際を経ての結婚だった。結婚発表時の記者会見は福岡ドーム横のシーホークホテルリゾートにて行われ、この模様が福岡放送明太ワイドの中でも生中継された。2001年には長男が2003年には長女が2006年には次男が生まれた。 現役時代はヘルメットに貼られた息子の写真を見、首に吊るした結婚指輪にキスをして、さらには、ネクストバッターズサークルにて、バットで家族のイニシャルを描く仕草をしてから打席に立っていた。1998年8月12日の対、近鉄戦の6回裏、近鉄先発の高村優から背中に死球を受け、月光して、マウンドに駆け寄り、両手で高村を突き飛ばす乱闘騒ぎを起こし、 城島は、暴力行為で、退場処分を受けた。NPBMLB、NPB 初記録、NPB 説明の記録、NPB その他の記録 CM テレビ2001年、週刊少年サンデー庁5月増刊号、2010年、週刊少年マガジン12号の2回、城島の実録漫画が発表された。内容は両作品ともに、ホークス時代の苦悩と活躍を中心に描かれている。 ありがとうございます。